今日は4日になります水曜日の試合のお話について話していこうと思います。昨日はねエルラブラーダっていうセクンダのチームとリーグあのセクンダのチームの B と、リーグ戦がありまして戦いましたと。ただ結果から言うと1対1の引き分け、前回は勝ち点3取れて今日は勝ち点が1取れたので昨日か勝ち点1取れたのでそこはチーム的には良かったかなと思っています。まあ、ただ個人としての話をしていくのが一番だと思うので少ししていこうと思いますけど、個人としては、昨日の試合はスタメンじゃなくて、途中から出ました。というのも1月ね、全部で5試合あったのかな1ヶ月で、結構ハードなスケジュールの中で、90分間90を5試合ずっと出てたのは5試合出たのは僕だけらしくて、で結構まあ前回の試合でも話したかもしれないけど疲労が出てあるけどって話をしたけど、まあスタッフもそこは感じてて、でまあ今日はできれば昨日の試合はできればお休みとしたいということで、まあ今週のね日曜日に試合があるのでそのためにね休ませたいという話で、スタートじゃなくてっていう感じでした。なのでまあスタートのメンバーには入んなかったんだけど、まあそうやってそういう考慮があってっていうのは説明されました。だからもう入った時にベンチどっか行った時にスタメンに名前なくてと思ったけど、ベンチの方に名前があったからと思ったんだけど、まあ呼ばれて説明監督から説明受けて、まあ分かったと、まあそれは理解できるけど、まあ俺はもう元気だよってプレーできるよと言ったけど、まあそういう理由があってダメと。で実際試合やって、前半に1失点して 0-1 の状況で、後半の10分ぐらいかなした時にアップ行ってって言われて、アップ行ってまあ状況も状況だったので、まあ試合に出ることになりましたと。監督からも指示受けてピッチ入ってっていう感じで、だいたい55分かな、55分か60分のそのぐらいの間に出場してという感じでした。ただ、まさかの2分で交代しました。はい、で実は今左の肩なんですけど、今、ね、リュック背負ってないんだけど、肩を脱臼してファーストプレーで、最初のプレーで肩を脱臼してしまって左の肩なんだけど、それでも何怪我だよね、普通に脱臼しちゃってもう動けなくなっちゃってファーストプレーで、いやー非常に今ね、今こうやってなんだろう、ちょっと明るくね喋ろうとはしてるけど外出てね太陽浴びて、やっぱしんどいね部分が正直あってこうせざるを得ないという感じです。いやー非常に気持ち的にはしんどい部分があるんですけど、脱臼してしまって今歩けてるのもその時にね、脱臼した時にもうドクターもいるのでその場ではめて、ですぐ病院に直行しました。で昨日の夜はだいたい夜のナイターのゲームだったんだけど、そこから病院行ってだったからレントゲン撮ってみたいな、 MR 撮ってみたいな感じだったんで、まあだいたい1時間に帰ってたのかな。まあだけどそんな感じで脱臼をしてしまって、今はねこうやって動けるけど、だいぶ腕もね動かせるようになったんだけど、昨日とか今日の朝はだいぶ痛かったね。うん、まあそんな感じで、なんとも言えないすごく、まあ個人としてもこう5試合連続で試合出てこう気持ち的にも乗ってたし、チームもね勝ち点を詰めてたから、詰めるようになってきたから、まあすごく自分的にも頑張ろうと思ってここからやっていこうと。まあ、今のチームの状況は難しいけど、個人として試合いっぱい出て活躍しようっていう気持ちはあったんだけどね、そうなってしまったのは非常に歯がゆいですけど、まあそれもサッカーですししょうがないと言ったらしょうがないで終わっちゃうけど、さすがにね出場2分でそうなっちゃうのは本当にアンラッキーすぎるなと思っています。
まあ、今シーズンでこれで離脱、多分ドクターから言われたのは2週間の離脱なんで、でもちろんリハビリは結構ハードだし、脱臼2回繰り返したらもう手術だし、ちゃんとリハビリもしなきゃいけないし、肩のトレーニング、肩の、ね、筋トレに関しては継続的にね、ガンガンやっていかなきゃいけないのは間違いないんですけど、そういうこともありながらの風になっていきます。はい、まあ、そうやって、状況がね動いていくので、まあ、肩を脱臼してしまって出場は30分でワンプレーで終わったということになりますね。でまた、まあ、難しい状況ですけど、まあ、個人でしっかりと頑張っていくしかないなとは思っていますが、何と言っていいか分かりません。非常に難しいですけど、まあ、もう見つめて頑張ります。はい、とりあえず約2週間、離脱になると思います。そんな感じでね、今日の一言日記になります。非常にちょっと気持ち的に落ち込んでる部分はありますけど、ポジティブになって、ポジティブな気持ちでやれるようにね、少しでも努力していたいと思います。何かメッセージがあるので、この怪我には。また明日もこのことについて話したいと思いますけど、今日はもうこの辺で終わりにしたいと思います。そんな感じで今日の一言になりますので、なります。また明日も、この怪我についてなのか他のことについてなのか分かりませんけど、話していきますのでよろしくお願いします。ではまた。